さあ今度は小外からアッパーです。はい、大規模今アッパー当たったじゃないですか。今鼻詰まってるんですけど、まあ今降りてるんですけど、ここで多分鼻呼吸ができなくなったんですかね。もうずっと口開いてますもんね。すごい歯生えてたんで、井上選手は2ラウンド目からこれいけるわと思いました。薬指外れてましたね。左の薬指ですね。これがこっち向きに多分これぐらい曲がってたんですよね。やばいなと思って、って一回直してなんか脱臼してそっちがすごい気になっちゃって、左使えるのかなみたいな、自分のセコンドの声も聞こえなくて、焦ると全然聞こえなかったですね。ちょっと井上選手の呼吸の仕方が、ね、そうなんですよね。ちょっとバウンドしたら、このトッキープ力が、はい、耳どうだ、ちょっと痛い、しょうがないですね。いやまあ今何言っても仕方ないんで、まあ次頑張るしかないですね。怪我ばっかりでしたね、本当に。去年は頑張ったなって感じですかね。自分だけじゃないですけども、バンタムトーナメント出てる人も、でもいいや、ちょっと格闘技疲れたいって思わない。いやそれは思わないですね。もうこれがないとやっていけないって感じですかね。これしかないと思うんで。